こんにちは、宮前もかです。今回は近々開催されるイベント、セービングで実装される生徒の話をしたいと思います。まずは水着カンナ。爆発タイプのストライカーで、防御タイプは軽装備になりますね。工場キャラがスペシャルの生徒なので、編成画面でつまめるようになります。 EX スキルは敵1人に対して攻撃力分のダメージでさらに防御力を一定時間減少。テスト時はコスト2で敵1人に対して攻撃力 927% 分のダメージ、防御力を 47.8% 減少。効果時間は20秒間と短いですが、2コストで防御力を 47% も減少させるのは強力ですね。秒数は茜よりも10秒間短く、防御力の効果値は 10% 高いといったところです。20秒間でスキルを一巡させる余裕もあり、デバフ効果値も高いので今後活躍しそうです。ノーマルスキルは一定時間ごとに非ダメージ量を一定時間減少、パッシブスキルは HP を増加。このノーマルスキルやパッシブスキルなら高難易度でも星上げせず運用できそうですね。サブスキルは自身とスペシャル生徒の攻撃力を増加、同じタイプの水着先が攻撃力を 30.6% 増加するので、おそらくそれくらいになるかと。直近で開催される総力戦ビナーでは活躍しそうですし、他は白黒の採用もありえそうです。次の水着吹雪はスペシャルの生徒で、攻撃タイプが爆発になりますね。 EX スキルは3つの円形範囲内の敵に対して攻撃力分のダメージに敵のシールドを貫通します。テストプレイ時には3つの円形範囲が重なっており、中心ほどダメージが増加するようです。中心の小型の円が 928%、 中型の円が 195%、大型の円が 159% になりますね。コスト4で範囲が広いので攻撃力次第ですが、戦術対抗戦でも使えそうですね。ノーマルスキルは一定時間ごとに敵1人に対して攻撃力分のダメージ、さらに円形範囲内の敵に対しても攻撃力分のダメージを与えるようです。パッシブスキルは攻撃力を増加、サブスキルは味方の爆発特攻を加算。これは緑と同様のサブスキルだと味方の爆発特攻を 30.2% 加算となりますね。現状は回転ジャーのようなシールドをしてくる敵が実装されるのかが気になりますね。はたまた戦術対抗戦の勢力を塗り替えるシールド持ち生徒が実装されるのかどうか。次の水着キリノはイベント配布でスペシャルの生徒になりますね。 EX は遮蔽物を設置させ円形範囲内の味方の攻撃力を一定時間増加、テストプレイ時のコストは5で円形範囲内の味方の攻撃力を 26.7% 増加。こちらは範囲内にいる間だけ効果を維持するのでフィールドバフになりますね。遮蔽物は水着キリノの HP 56.4% 分の値が追加された HP となるようです。効果時間も長く、遮蔽物の HP もあるので直近の白黒を想定しているのでしょうか。ノーマルスキルは一定時間ごとに味方6人の攻撃力を一定時間増加、フィールドバフとノーマルスキルでさらに攻撃力を上げる感じですね。パッシブスキルは HP を増加、サブスキルは味方の攻撃力を増加。総評としては控えている大決戦白黒や制約解除決戦でもバフ採用で使えそうですね。水着キリノはイベント配布なので先生たちにとっては嬉しいのではないかと思います。イベントは6月26日開催なので、実装されたらまた詳細を見ていきたいと思います。今回はブルアカライブで紹介されたイベント、セービングの生徒を見ていきました。ご視聴ありがとうございました。